今日はクーニンズメンバーの1日に密着。今日密着するのはクーニンズの初代エース達也。クーニンズ4年目の今季はあっぱれ戦に登板し完投勝利を挙げるなど大事な一戦でチームに貢献。制球力の高い投球はキャッチャーの緑川も信頼しており、リードしていて最も楽しい投手と評価される達也。今日はそんな達也の1日に迫ります。職業は俳優の達也、一体どんな1日を過ごしているんでしょうか。それではスタート。ございます。ただいま、5時半なんですけど、最近はちょっと撮影でこの時間に毎日起きてたんで、物だいぶ少ないね。いやそうなんですよ、引っ越すタイミングなんで、もう一件契約してるんですよ。なんでもう必要なものだけここに置いてるって感じですね。結構グラブ持ってるよね。そうっすね、これバルサのカラーに合わせてオーダーしたんですけど、一回も試合で使ってないです。あれゴリポのミッドなんだ。いや、これミッド借りたんですよね。ゴリポに。ゴリポに、はい。じゃあ長谷川がジームスのキャッチャーミッド買ってたんですよ。そういうことだ。このユニフォームは？これはあれですね、同級生の駒月のユニフォームもらったんで。何するのこれから？いや、朝起きたんで歯磨きますよ。なんすか？これ何？髪がここでホワイトニング入ってるって聞いたんで、ちょっと買って試してみました。ピュー出てるんですよ。これぐらいですかね。あ、汚れないってことか。はい、汚れないですよ。まあやっぱ歯が命なんで。歯磨きの仕方雑やねん。今日は何時から仕事？今日は9時入りですね。9時入り、はい、だいぶ早いな、起きた時間。そうっすね、この時間に呼び出された俺別にいらんのちゃうかな。まあ最近ちょっとこの時間に起きてるのと、まあ、クーニンさんが今日朝密着するって言ったんで、俺朝余裕持ちたいんで。うん、まあでも僕はこのレムが一番好きなんで。あれやねレムって。え、リゼロ知らないっすか？知らねえな。リゼロのレムちゃんが俺好きで。触るな触るな、朝から触るな。朝起きてするのはシャドーピッチング。なんでやねん。朝からほんまシャドウしてるけど、これよく見たらこのタオルも自分の元アイドルチームのセレアートのタオルです。そういうことね。はい。こんな調子で達也は朝ご飯を食べることはありませんでした。お昼はロケ弁当だそうです。そして8時ロケ現場に向かおうとする達也、この日は出演するドラマの撮影です。そんな達也、何やら出かける際つけるマスクに細工しております。一体何をしたんでしょうか。本人に聞いてみましょう。達也、マスクの内側に何かつけてたけど、それ何なん？あ、このインナーマスクですか。息もしやすいし喋りやすいですね。あとメイクしてる時とか肌に触れてる面積少ないんで化粧落ちとかしないんで、ロケの時とか撮影の時とかめっちゃいいですね。達也がマスクの内側につけていたのは極細フレームのインナーマスク。これをつけることで息がしやすく、顔とマスクの接地面積が少なくなり、メイクも落ちないそうです。今撮影前なんですけど、長谷川くんがカメラ回してくれてます。はい、どうですか意気込みは？いやもうちょっと緊張してますけど頑張ります。また大物さんと絡みですけど大丈夫ですか？いやもうやるしかないでしょ。お疲れさん、これからご飯かな。そうですね、今日来たのは山下本気うどんです。あー、多いね、大盛り。はい、大盛りしました。あー、いいね。タルタルのうどんって珍しい。うまうまい。一切うどんを絡めずね。めちゃめちゃ柔らかい。これからどこ行くの？渋谷の
ちょっといつも行ってるバーに。バー、はい、なんか怖いね。バーってさ、すごいなんか高くてさ、ぼったくられるイメージがあるんだけど。いや、怖くないですよ。大丈夫。じゃあ そのイメージもちょっと払拭されるんじゃないですか。あ、確かに。行ってみたら、はい。お待たせ。ハリヒロくんです。ハリヒロです。俳優の後輩ですね。あ、俳優の後輩。今ちなみに僕の家に住んでます。あ、そうなの。はい。じゃあちょっと先に乾杯しいです。乾杯。なんだそれ。なんだそれ。上から行くって。インナーマスクってやっぱいいですか。いや、これめっちゃいいよ。これ今俺撮影やってるやんか、現場でつけてたら、あ、つけてるんですねって言われて、結構俳優さんで多いらしい。コロナでフェイスシールドつけるやん、撮影の時に。で、それ結構嫌な人もいるらしくて。俺めっちゃ嫌いですもんね。あれ喋る、首も凝るしな、うん、これこうマスクしてさ、設置面積が少ないからさ、メイクとか落ちひんのよ。メイク落ちないの一番いいですよね。そうっすよ。これ俺次の撮影の時使いたいっすよ。あ、これ、うん、あ、まあ、もう一個新しいのあるか。じゃあ家にある。あ、家にある。会社作ってそれ使うわ。あれめっちゃいいな。役者の達也はどうです。達也くんですか。達也くん、ちょっと微妙です、ね、微妙けどなんかチャラい役とかはうまいです。あ、そうなんや。素なんで。あ、そういうことね。そういうことね。演じてないじゃん。僕たちは去年舞台で。あ、そうなんだ。で、ビックリマンですよ、ビックリマン。このゲジタンジャックが許さってか言ってました。お、今いいね、今いいね。仕事終わって帰ってきて一緒に家で酒飲みながら野球見るっていうのをやってます。はい、いつも大体そんな感じですね。うん。さあ、そしてストイックの達也。はい。これからジム。そうですね。よし。一、三、一、三。グラグラや。いけ、いけ。11 12 13 14 15 16 31 32 33 いいね、ちゃんと拭き取ってね。いや、コロナの時期なんて当然ですよ。素晴らしい。またジムも社長にお借りしてるんで、これ普段はここパーソナルやってて、その空いた時間でこうやって使わせてもらえるんですよね。ジムから帰ってきた達也、夜はまったりネットサーフィン。達也の一日が終了しました。クーニンズ初代エースにして俳優の達也の一日、皆さんいかがでしたでしょうか。すごく変わってましたね。そして達也がつけていたインナーマスク、達也には欠かせないアイテムとなっておりました。つけることで普通の紙マスクがより喋りやすく息がしやすくなりますので、おすすめですよ。それでは今日の動画は以上です。